いつからだろう、花火を楽しめなくなったのは。母と一緒に見た花火は赤、青、黄、緑、オレンジ、すべてが美しかったのに。私は大きくなって、大事な人は遠く離れて、いつの間にか世界は色を失っていた。もう少しだから。花火始まっちゃうよ。先行っててちょうだい。私は大丈夫、一人でも平気。言い続けているうちにだんだん本当になっていく。これも魔法のせいなのかもしれない。自分を守るささやかな魔法。魔法なんて大嫌い。私が魔法使いじゃなかったら、花火は今も綺麗だったかな。お待たせ。おばあちゃん、ごめんなさい遅くなって。やっと準備が整ったわ。準備？星砂時計。そう、時間魔法の必需品。今日のために60年分満月の光を浴びさせ続けてきたのよ。新月の夜に満月の力を借りるなんて矛盾した魔法だと思わない？あなたは今から高校2年生の私に会いに行きなさい。魔法であなたを過去へと送ります。え？あ、ちょっと待って。いきなり言われて戸惑うのも無理はないけど、これは決められたことなのよ。どうして？あ、それは行けばわかる。まあ友達や恋人と別れたくないとかそういうのあるだろうけど。別にそういうのどうでもいい。あなたの悪い癖よ。瞳をそらさないこと。せっかく行くんだから楽しんでいらっしゃい。ちょっと、私、行くなんて一言も。人やったな。シジマに沈む暗黒の久遠の流れ、照らせよ光、空に星に地には玉光、山を越える緑風よ、海に溶ける白雨よ、空渡る眼光、
闇を裂く稲妻、世を片作る万象よ。待って、おばあちゃん。時よ天。それからよく覚えていない。おばあちゃんのいつもの笑顔と、震えるほど大きな花火の音。気づいたら2018年版。到着。え、あの、ここどこですか？君の行くべきところ。ありがとうございます。無賃乗車は犯罪です。リーダーどこですか？現金。明朗会計。現金ってなんだっけ？犯罪。これじゃあダメですか？できません。え、通信障害により位置情報を取得できません。最後に更新された位置情報は必要ですか？いい。じゃあ今日はいつ？日付を特定できません。通信障害により時刻情報を取得できません。2018年。あっ、開かない。お願い、開いて。どうしよう、思わず隠れちゃったけど、でもどう考えても不審者だし。もしもし、俺バイト？クローズまで。うん。え、ご飯あんの？なら食べてから出ようかな。一昨日のカレー食べちまって。なんかよく取る気になるわね。可愛いですよ。理解不能。お、え、あれ、葵ちどうしました？大スクープ、あの葵に女がいたなんて。え、朝木、山吹たちに連絡して。え、ミーティングよ。あ、はい。同じだ、海と山。おばあちゃん家の近くの。同じだけどちょっと違う。違うけどちょっと同じ。本当に来たんだ私。
ね。かわいい。盗み取りとかやめとけよ。だって葵の家から出てきたんだよ。ね、わさぎ。はい、あの窓から。あいつバイトで部活休むって言ってたのに。ねえ、問題だよ。部屋に彼女連れ込んで親バレしそうで窓から逃がしたとか、そんな感じじゃない？それ本当に彼女なのか？動画送ってちぐさに反応を確かめさせよう。綺麗な子だったよね。なんか神秘的っていうか、スタイルよくってサラサラのロングヘアで目が綺麗で。あんな感じ？あ、あの子よ。え？迷子なのかな。ちょっと行ってくる。部長、いい人。あの、大丈夫ですか？もしかして何か困ってますか？あの、私たち怪しいものじゃなくて、道に迷ってるみたいだから、なんか力になれればって思ったんだけど、大丈夫？南ヶ丘高校。ああ、そうだよ。丘の上のね。私も。え、同じ学校？何年生？あの、いや、違うんです。制服変わったんだ。変わったっけ？変わってません。あの、よかったらこれ使ってください。膝すりむいてますよ。あの、それ何ですか？え？ごゆっくりどうぞ。おい、バイト中にスマホいじんのやめとけよ。お、何これ。先輩、彼女は？めちゃめちゃ美人じゃないですか。誰？魔法屋さん、もうすぐですよ。ありがとうございます、案内までしてもらって。近くまで行くつもりだったから気にしなくていいよ。そうそう、俺たちをみんな同じ部活でさ。写真美術部。私たちは写真やってるの。葵だけは美術やってるんだけどね。こら、ゆいとの話は。いいじゃない。ね、葵の彼女さんなんですか？いや、違うんじゃないか。ってことは、付き合う前に強引に迫って窓から逃げられた？あの、なんかごめんね、葵が。余計なこと言うなよ。葵？さっき、葵の部屋から逃げてきたでしょ？何かあったの？デリケートな問題だから言いたくないかも。見て、綺麗。ほんとだ、空の色絶妙。梅干し色。時色じゃないですか？もう少し空が見えるところに行こう。そうね。大丈夫、一人でも平気。おい、こっちこっち。ごめん、お待たせ。行きましょうか。ここです、魔法屋さん。もし万が一葵に何かされたんだとしたら、いつでも言って。私たち味方になるから。魔法屋で星砂を買って仕返ししようとか、くれぐれも。そういうことは。あいつちょっと言葉が足りないところあるけど、悪いやつじゃないのよ。だから誤解しないであげて。よろしくお願いします。またね。シャボン玉に色をつける魔法ですね。少々お待ちください。綺
緊張をほぐせるよう調合してみましょう。またどうぞお越しください。いつものやつお願いね。はい。あのはい、どのような魔法をご所望ですか？いえ、こちらに月城琥珀さんって。あら、琥珀のお友達？ごめんなさい、あの子今イギリスに留学してるのよ、魔法の勉強しに。帰ってくるの少し伸びるって落第したんじゃないかしら。もう、あら、琥珀ちゃんらしいわね。そうなんですよ。いらっしゃいませ。あの、すみません、卒業した先輩にプレゼントを渡したいんですが。はい、ちょっと待っててね。お待ちなさい。おばあちゃん、お待たせしました。なくしたものを見つける魔法ですね。ありがとう。残念ながら琥珀はいないけど、他に行く当てはあるの？来たところへ帰れる？なら、あの子が帰ってくるまでうちにいてもらうしかないかしら。でも女の子を一人で放り出すわけにはいかないわ。それにこの手紙が本当なら、あなたはうちの家族なんですもの。時間魔法は不可逆を扱うからとても難しいとされているのよ。あなたにおばあちゃんと呼ばれた時は驚いたけれど、琥珀なら実現できるかもしれないわね。それに本当の方が素敵でしょ。こうして孫の孫に会えるなんて。そういえば、このアズライト、おばあちゃん、すみません、落としたみたいです。私、探してきます。はい、ちょっとストップ。外はもう暗いのよ。探すのは明日になさい。魔法使いというのが本当なら、アズライトを放っといてもあなたの手に戻るわよ。この部屋を使ってちょうだい。屋根裏だから狭くて申し訳ないんだけど。私、この部屋知ってます。昔、おばあちゃんがよくここで絵本を読んでくれた。そう、じゃあ60年後もこの家はあるのね。でもずっと新しい匂い。そりゃそうよ、去年建てたばかりだもの。当座の着替えも用意しなくちゃね。すみません、いろいろと。いいのよ、気にしなくて。晩ご飯の支度ができたら呼びに来るわ。はい。どうなるんだろう、これから。おはようございます。おはよう。おはよう。よく眠れた？はい、おかげさまで。あの、昨夜はありがとうございました。気にしないで、私も魔法使いの端くれだからなんとなくわかるの。パパは一般の人だけど、おばあちゃんがいいって言うなら問題ないわよね、パパ。うん。結構な魔法使いなのよ、うちのおばあちゃん。琥珀が帰るまでゆっくりホームステイしていって。琥珀ちゃんと帰ってくるのか？あいつ適当だからな。さあ、朝ごはんにしましょう。あの、後で少し出かけてきてもいいですか？もちろんよ。アズライトを落としてしまって。なくしたものを見つける魔法は使えないの？はい。これをお使いなさい。目を閉じて探し物を思い出しながら主婦に向かって巻くだけよ。はい。何それ？昨日2階から脱走する女の子を見かけたって、ご近所さんが。たくさんいるんですけど。は？とぼけても無駄。母の情報もなめんなよ。これが証拠よ、証拠。知らないし。ロングヘアの美人だってね。いいの、いいの、怒ってないから。むしろよくやったっていうか。
うちの息子絵にしか興味ないのかなって心配してたことだもん。ごちそうさま。でもほら、うち母子家庭だし、いろいろ言う人もいるからさ、2階から逃がしたりとかしないで、次はちゃんと。心当たり全くないし、そいつ不法侵入者かも。盗まれたものないか確かめといて。これ手がかりとして警察に届けとく。帰りはバイトで遅くなるから。え？じゃあ行ってきます。どれ？